ロゴノーフォーク国民保健サービスとの立地大学病院国民保健サービスとはイギリスの国営医療サービス事業を指し患者の医療ニーズに対して公平なサービスを提供することを目的に1948年に設立され現在も運営されている NHS にはイギリス国家予算の25.2%が投じられている公費負担医療による ユニバーサルヘルスケアに位置づけられ、利用者の健康リスクや、経済的な支払い能力に関わらず、臨床的必要性に応じて、利用可能であり、自己負担金額は無料か、極めて少額である。また、外国人も合法的に、イギリスに滞在していると認定を受けられれば、NHS のサービスを利用することができる。NHS は、 地域ごとに4つに分割され、医療サービスの内容や予算編成、治療や管理における指針などもそれぞれの地域ごとに独立して設定、運営されている。イングランドの NHS のみ、地域名をつけない NHS の名称を使用しており、また北アイルランドでは NHS の名称を使用していないが、制度的には NHS の原則に則っ,っている。 第二次世界大戦後の1942年、ベバリッジ報告書においては、社会保障構想が勧告されていた。1945年の労働党は、ナショナルヘルスサービス設立を、マニフェストで公約し、総選挙において、単独過半数の議席を獲得したことで、この構想は実現されることになった。アナイリン、ベバン保健相大臣が指揮を執り、 ベバリッジ報告書で勧告された、すべての人々の疾病を予防かつ治療する、保険・リハビリサービスの設立との趣旨は1948年までに実現された。当初の NHS は、政府一般歳入と国民保険を原資とし、福祉国家の一部門として運営されていた。当初は無料であったが、後に財政的問題により処方薬費用は負担となった。 現在でもイングランド NHS では自己負担が生じるが他の地域では課されない。2012年ロンドンオリンピックの開会式の第2部では NHS 制度をイギリスの功績の一つとして称えている。イングランドとウェールズにおける NHS 制度の広報文書、NHS は The NHS Constitution において市民及び患者の権利と義務を提示している。 NHS は以下7つの検証を掲げている。万人への普遍的なサービス提供利用者の支払い能力ではなく臨床的必要性に基づいた医療技術、専門性において高いスタンダードを目指すすべての患者の心に届くサービスを目指す関連する患者、地方コミュニティ、市民税人らと組織を超えて連携する納税者から得た原資を最も高品質。 効率的、公平、持続可能に活用する NHS のサービスは、市民、コミュニティ、患者への説明責任を果たせるものであることまた、市民にも義務を課し、以下を求めている。市民は、自分自身を呼び、家族の健康に関心を持ち、責任を持つべきである市民は、NHS 制度へのアクセス拠点となる、GPE に登録すべきである。 NHS スタッフ及び他の患者へ敬を払うべきである事故の状況や健康状態は正確に申告すべきであるアポイントメントを守り、キャンセルは常識的に行うべきである。そうでなければ、最長の待ち時間にもなり得る患者は同意したならば、治療手段に従い、それが難しい場合はそれをスタッフに告げるべきである、ワクチン接種などの公衆衛生プログラムに、 参加すべきである、臓器提供に関する本人意思を表示するべきである、受けた治療や病状変化について、副作用などの良い面も悪い面もフィードバックを行うべきである2011年度では、NHS 予算の98.8%は、公費にて賄われており、これは、イギリス国家予算の25.2%に相当する。内訳として、 税収による一般財源、国民保険、受益者負担となっている。イギリス保健省から4つの NHS にそれぞれ予算が配分され、地域に必要な医療サービスに基づいて、それぞれの医療機関に予算が配分されるという仕組みになっている。NHS イングランドでは、地域ごとに152のプライマリーケア、トラストという組織が編成され、PCT が 医療機関と個別に契約し、予算配分を行っている。NHS イングランドの経営規模は、2000年では、総資産27,62700万ポンド、自己資本18,38600万ポンドであった。サービスの一部には、自己負担も存在する。処方薬、メガネ、いれば、歯科治療、外科的固定装置、視力検査などがある。歯科については8割が。 自己負担。その人が住んでいる住所から徒歩圏内にあるゼネラルプラクティショナーをかかりつけ医として選択し、医師あるいは診療所に登録を済ませる。医療サービスを受けたい場合には、まず GP に受診するために予約をし、診療を受けることになる。GP は、プライマリケアを担当しており、必要に応じて、専門医を入力して、所轄 GP を検索することが可能である。 NHS ナンバーは NHS イングランド、NHS ウェールズ、NHS マントーの公的保険サービス登録者に付与される個別番号である。これら3つの NHS は同一の裁判制度を採用している。この番号は電子カルテで用いられ、すべての NHS ソフトウェア利用において必須である。現行の NHS ナンバーは1996年。 ゴロに導入され、1995年7月以降の出生者にはすべて付与され、1997年4月1日からは義務化された。フォーマットは全部で10桁の数字であり、3桁から3桁から4桁とチェックデジットで構成され、例えば9434765919、9434765870といった形になる。ナンバーは、 出生時、または GP 契約登録の際に付与される。このデータは国家患者データベースであるパーソナルデモグラフィックスサービスにも使用される。歯科医療は有料であり、大部分が自己負担である。治療レベル別に料金が分かれており、例えばブリッジ技師が必要となる場合は233ポンドほどの自己負担となる。 美容的な主義は NHS 診療では提供されない。英国国民医薬品集は NHS にて利用可能なすべての医薬品についてのリファレンス書籍である。内容は幅広い医薬品情報、処方アドバイス、薬理作用などが含まれ、処方適用、作用基準、副作用、処方手段、法的規制なども記載されている。後発医薬品の名称と市販価格。 その他の特記事項も記載されている。NHS にはブラックリストが存在し、NHS ドラッグタリフにおいて、パートズブファイアに指定された薬剤及び、市販名薬については、NHS では処方することができない。もし、これらの医薬品を処方しても、NHS は調剤費の支給を拒否する。ブラックリスト指定には、アルプラゾラムや、ミノキシジルやフルニトラゼパムがある。 一部には、市販ブランド名ではブラックリストに掲載されているが、ジェネリック薬では、処方可能な薬も存在する。例えばアセトアミノフェンは、処方可能だが、カルポルは、ブラックリスト掲載されているなど。NHS イングランドでの2004年の外部機関によれ調査によれば、患者の NHS 医療サービスに対する満足度は、 非常に高いとされ、入院患者の92%が治療に満足、GP 受診者の87%が GP 医療に満足、外来患者の87%が治療に満足、救急受診者の70%が満足だと回答した。あなたの居住地の NHS は良好なサービスを提供しているか という説問においては67%が肯定し、NHS 全体のサービスは良好かという説問には51%が肯定していた。この回答差の理由は不明であるが、キングスカレッジロンドンの研究者は、NHS がメディアの批判材料として多く取り上げられることに起因するとしている。この傾向は満足度調査においても現れており、多くの人々は、 一般的に全国紙は NHS を批判していると考えており、全国紙は最も信頼性が低いと考える情報源だとし、新聞メディアは放送メディアよりも信頼性が低いと回答したと報告された。調査では最も信頼の高いと考える情報源は GP からのリーフレットと友人からの情報であり、次に医療専門家であると回答した。 NHS に対する批判は以下が見られる。ある地域ではいくつかの治療が非常に効果となるが、他の地域ではそうでないという郵便番号を使った宝くじ。NHS の IT 計画では、電子処方ネットワークによる受診予約、手術予約、電子カルテモなどを計画していた。しかし計画は、遅延予算超過などを経て中止となった。 NHS 歯科制度は改革によって削減され、NHS 全体で1割の歯科医が NHS 契約から脱退した。歯科医は自由診療のみを営む傾向にある。NHS に関するスキャンダルが多い。最近では EN、アルダーヘイオーガンズスキャンダル、EN、ブリストルハートスキャンダル、スタッフォードホスピタルなどで、 統計的に死亡率が高いとして調査が進んでいる。デイリー・トレグラフ氏の2008年10月14日の記事では NHS トラストでは待ち時間が長すぎるために指摘診療として受診するケースが1万2000ポンド以上発生していると報じられている。2010年1月 NHS は科学的根拠がないホメオパシー医療に対して 年間400万ポンドを採出したとして非難された。ありがとうございます。